パリゴリン第2日、柔道、27日、シャンド・マルス・アリーナ、女子48キロ級決勝で角田夏美、SBC 湘南美容クリニック、ラバー・サンフー・バブードルジ、モンゴル、から得意のえ投げで技ありを奪い、優勢勝ち。日本勢のカキゴリン通算500個目のメダルを、今大会1号となる金メダルで飾った。 得意の寝技で相手を攻略する角田の映像がアップで映されるたびに目に留まったものがあった。試合中に左右のこめかみに貼っている円形のテープだ。関係者によるとスポーツ関連商品を手掛けるファイテン社製のものだという。同社のサイトによると同様の商品が、パワーテープの商品名で紹介されており、マルシールタイプのボディケアテープ、デチタン、単価チタン、 お粘着面にコーティングしたものだという。チタンを貼ることで血行を促進させる効果を狙ったものと思われる。ネット上では、こめかみに貼られてるピップエレキ板みたいなの。サージカルテープ、何の効果があるんだろう、首肩残りなどに効くみたいですね。寝技女王ならではのコンディションケア、角田選手の両こめかみのロイ筆母胞みたいなの気になる、などの声が上がっている。